こんにちは、眼科専門医の平松瑠衣です。目の病気についてお話ししていきたいと思います。斜視と斜位について説明します。斜視は目の位置がまっすぐからずれていることを言います。この状態からこういうふうに横にずれた状態を斜視と言います。このように外側にずれなくても、内側、上、下、斜め、すべて斜視という言い方をします。ただ、たまに疲れてくると目がずれる、そういう人を見たことがあるかもしれません。そういう場合は、斜視という言い方ではなくて、斜位という言い方をします。斜視の場合は、ずっと目が真ん中からずれているということで、斜位の場合は一時的にずれている、つまり真ん中である時があるということです。この2つの大きな違い、特にお子さんの場合大きな問題なんですが、斜視の場合は見る機能に影響があります。つまり視力が出にくかったり、立体視といって物を立体に見る機能が弱かったり、影響が出てくる可能性があるので、きちんと調べなければいけません。一方、斜位の場合は、見る機能に影響がある可能性は低いです。見る機能というのは、視力、立体視。視力というのは、よく 0.1、0.2、1.0 っていう、よく言う視力のことです。立体視というのは、右目、左目、両目を使うことで、物を立体的に見る機能のことを言います。ですから、斜視の場合、視力は見る機能を出す。これが最も大切になってきます。斜視を治すことは、手術などで形上治すことはできるんですけれども、何よりも見る機能を出すことです。で、そのため、斜視ですと言われた後、メガネをかけましょうと言われて、斜視をなんで治さないんだろうと思うこともあるかもしれませんが、結局、見る機能を出すのを最優先にしているからです。もちろん、見る機能を出すために斜視を手術で治すということもあります。ですから、斜視と見る機能、視力、立体視というのが密接に関係してくるわけです。